渡利町にもシルバーの方いっぱいいますので、あの元気づけてください。よろしくお願いします。私は山形から来ました、高橋と申します。渡利町の皆様の元気の良さに私たちの方が帰って励みされています。皆さん頑張って、あの渡復興に向けて頑張ってください。私たちも協力します。ボランティアの方々のお手伝い大変ありがとうございました。ぜひ、渡利にですね、取れたてのイチゴを食べに来ていただければ、なお復興のにつながるかなと思います。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。イチゴの復興を目指して頑張るぞ。頑張って。福島県も原発ありますけど、負けないように渡利も一緒に頑張ります。